はい、東京コアクス4名こちらに行ってください。はい、本日こちらの方に行ってくれたのは司法周平都市アタッキーの4人です。拍手しけー。はい、司法はさっきダウンタウンデラックスに思いっきり画面いっぱいに出てたんですけどね、その2時間の動画にここに出てますからね。はい、ちょっと恥ずかしい。がっつりチームをレプレゼンしてますね。どうしよう。いいですよ。素晴らしい。そして、その、東京コアクスに対しレプレゼンするのは、こちらの4名、トーミナーTF が4名での登場ということなんで、もちろんこちらフルメンバーです。太平光る大道大輝の4人です。拍手よろしく。さあさあさあ。これ特に先行後攻とは決めませんから、行きたい方から行っちゃってください。で、なおかつルールの方は、よろしいでしょうか。1人2本です。1人2本踊っていただきまして、その後に判定となります。で、判定つけていただきますんで、まあ、判定といえばね、つい最近ジャステムでは化粧まで行って涙を飲んだ人、そしていたんですか。そして予選通してケンタの応援に回っていない人、はい。そしてこちらはバッツリ、2対2の上がったベスト8と上がっていない2人という、このさまざまにあるハウスのチームの中でのね、このレペゼン同士ですけども、いいですね。判定のをつけますから。で、その判定のをつけてもらうのはここにいる皆さんです。皆さんです、ちょっと皆さんですということなんで、まあ踊るのはハウサー、そして DJ 担当してくれるのは素晴らしきハウサーの大先輩 DJ ヒロということなんで、このバトルに判定つけていただきますけども、よろしいですか皆さん。まあ、これをいわゆるところ、まあ、SDCJ 方式とでも言いましょうか。判定はオーディエンスジャッジとなっておりまして、皆さんがまあヒロが言うにはね、1回じゃなくてもいいです。どちらに対してもね、まあ、頑張りに目込めて踊り終わってからどちらか良かった方に拍手をしてくださいってますけども、2回拍手しても構いません。拍手しても構わないですけども、できれば1回にしていただきたい。そして私 MC スケの得点と偏見でですね、拍手が大きかった方を勝利チームとさせていただきます。それで皆さんはっきりとそちらの方、分かるように拍手で示してください。では参りましょう。おお、何ですか今日、点滴持ってない、大丈夫ですか。大丈夫ですか、点滴ブーム、点滴ブーム、大丈夫ですか。OK ですか。管を変えてきた、いいですね。ドーピングしてるんですね。いいですね。ピロに続く人造人間ですね、ハウス界の。はい、ということなので、大丈夫ですし、無理しないで応援してくださいね。いいよ、踊らなくて、いいよ、踊らなくて。あ、嘘嘘、ごめん、ダチョウクラブの押すなよじゃないよね。ごめん、嘘、ほんと、俺嘘嘘、マジのやつ、はい。OK、じゃあ参りましょう。ハウスバトル、東京ウッドワークスバーサスターミナー、レディーゴー。さあ、このフロアは譲らねえぞと言ったばかりに来るか、中平か。ワンムーブ上がり対する時間の制限はない、とりあえず2本だ、2回シーボールを目指する場があるチームで8本。さあ、どうやら行くのはシュウヘイ。Thank you.
公園なんとかやじなのか。
ゴリラシューホWe'll be right back.
二人目行こう。
ことがそうさせたのかはわからないけども、やはりねこの両チームの素晴らしいダンサー同士がそうさせたというのがまあね、正しいと思いますけども、素晴らしい踊りを見せてくれました。こちらの両チーム一度拍手でしけー、ありがとう。もう単なる2本ずつのね回しじゃなくて、チームルーティーンも存分に入れてくれて、さらに素晴らしいねあの強烈なタッキーファンがいるけどね、あの強烈なタッキーファン AK 邪魔者っていう感じですけどねあの先輩あれだから、あの今日新ネタやり終わったから、もうあの今リラックスでただにヤジに回ってるあの人この後に商売控えたら多分あんなこと言ってないよ。そうそう、もう終わってるから、そう終わってるから、そうリラックス両方大好きやみたいな、両方大好き、熱烈なダンスファンがいます。さあではね、最初の時でも言っているようにですね、皆さん、まあ、基本的にねどちらか1回でお願いしたいです、大きな拍手を聞かせてください。そしてその拍手の音の大きかった方がですね、まあ、駅といえど、まあ、一応の判定というふうにさせていただきたいと思います。あでは先行後攻だったので、それに倣って1名ずつ聞いていきたいと思います。まずは先行、こちら TF 東京フットワークスで良かったと思う拍手OK! では、ネクストターミナルが良かったと思う人を拍手、東京フットワークス。はい、ということで、こちら一味町といえど東京フットワークスが勝利となりましたですけども、素晴らしい踊り合いを見せてくれました。もうね、今日これに表示を合わせたのかなっていうぐらいね、素晴らしい、内容ジャステベリー動いてくれるんですよ。だってあれでもね、シルフォーの1ターン目から全部を出してくれたもんねということで、素晴らしい踊り見せてくれました。8人で拍手よろしく、ありがとういやー素晴らしかった、おめでとうまだやりたらない2人がいるけどねいやー面白いわ。さてさて、ではですね、これでショーケースのはね、そしてバトルセッションの全て終了となります。今月連載